高瀬ミュージックラボというですね、まあ、ボーカルから、実はその松本英子ちゃんとか、秋田でデビューしている伊藤幸子ちゃんとか、女性のボーカル系秋田で、出てる子たちはほとんど高瀬先生に教えてもらってる感じなので、もし歌に興味があるっていう人たちはぜひ高瀬ミュージックラボで検索していただければ、きっちりかっちりとした、がっつり指導していただけますので、ぜひぜひ、チェックしていただきたいと思います。改めて